はい、皆さんこんにちは、フォトシンです。本日の動画の内容は、前回の動画でルミナ4についてお話をしましたが、今回のルミナ4に新しく追加される AI ストラクチャーについてお話をしていこうと思います。はい、では早速ですね、ルミナ4に追加される新しい AI ストラクチャについてお話をしていこうと思いますが、このチャンネルではですね、僕自身がですね、自然の中に入っていったりとか山に登ったりしながら風景写真を撮る動画というものを配信しております。その他にですね、ルミナを使った編集のテクニック、まあチュートリアルだとかというものをですね、配信しております。で、今回のようなですね、情報といったものもですね、同時に配信しておりますので、ぜひご興味のある方はですね、チャンネル登録をしていただければと思います。そしてですね、まだまだルミナを使ったことがないとか、これから使い始めようかなと思ってらっしゃる方はですね、私のクーポンコード、フォトシンを使っていただきますと、少しお得にご利用できますので、これから使い始めようと思っていらっしゃる方はですね、ぜひご利用ください。ではですね、早速今回もこの AI ストラクチャーの機能ですね、について、実際にサンプルと、あとはパネルを見ながらですね、説明していこうかと思いますので、こちらのですね、画面の中に行って、見ていきましょう。それでは、行ってみましょう。はい。ではですね、早速 AI ストラクチャーの機能についてお話を進めていきますけれども、まあ、従来のストラクチャー、まあ、縁取りとか、あと明瞭度とかっていうのはですね、まあ、通常に効果をかけると、まあ、輪郭がこうキリッとするんですけれども、まあ、全体にですね、同量の効果がドカッとかかってしまうので、かなり見た目が不自然になったりしていました。で、なので、必要なところにだけこうマスクをかけて、まあ適量な量が、まあ自分の好ましいところ、自分が効果をかけたいところにかけるみたいなことをね、しなければならなかったんですけれども、まあ今回の AI ストラクチャーというものはですね、コンテンツ認識テクノロジーというものを用いているので、例えば人間であれば、その効果をですね、少ししかかけないとか、また空もあんまりドカッとかけると不自然になるので、まあ控えめにかけるとか、まあそんな感じでコンテンツごとにですね、まあ、適量の効果をかけてより自然に見せるっていうのがですね、この AI ストラクチャーの機能になります。じゃあ早速ですね、ちょっと画像を使って見ていきたいんですけれども、今回スカイラム様の方から5枚のですね、サンプル画像をちょっとお借りしてやっていこうかと思います。AI ストラクチャー、じゃあ実際に使ってみるとどうなるのかっていうのをですね、見ていただきたいと思います。AI ストラクチャーを右に振っていくと、こんな感じですね。わかりますかね？こんな感じかな？こんな感じです。逆に左に持っていくとこんな感じでソフトになりますね。右に持っていくとこんな感じです。マックスまでちょっと上げてみますね。で、ちょっとこのフィルターの効果をかける前と後でちょっと比較してみますと、ここですね。こんな感じからこんな感じです。こんな感じからこんな感じですね。で、見てわかる通りですね、人間の部分というのはですね、このストラクチャーの効果がかかってなくて、そのバックグラウンドの後ろの壁にだけ効果がかかっているという感じですね。まあ、若干この髪のあたりっていうのはですね、少し効果反映されてるんですけれども、まあこの肌ですね、肌の部分に注目すると全然嫌な効果っていうのがですね、ちょっと土臭いような感じの、まあ効果っていうのがですね、反映されてなくて、この肌の透き通った感じっていうものは維持されながら、この後ろの部分だけが強調されるような感じになっています。続いて次のサンプルに行ってみましょう。こちらですね、人物がいて、その後ろにこういったですね、ちょっと木の、まあ、壁があるんですけれども、これもですね、AI ストラクチャーを使うと、こんな感じですね。背景がこのようにですね、ちょっと強調されて、いきますね。で、前景のこの人間の肌とかっていうところには効果がかからないので、ほとんどかからないので、すごい見た目がナチュラルな感じになります。そして人間が浮き出るような感じですね。なので、ポートレートのシーンで使うと、まあ、背景を結構、輪郭をですね、はっきりさせて、強調させて、人間はソフトみたいな形にして、まあ、かなり人間が引き立つような感じですね。だから、ポートレートにもですね、かなり使えるような、まあ、このストラクチャーの機能ですね、になっているかと思います。じゃあ、続いてこちらの画像ですね。で、これは、まあ、手前に岩があって、人間がいて、鳥がいて、で、後ろに雲があるんですね。空があります。で、こういった風景のシーンでも、実はこの AI ストラクチャーっていうのはですね、とってもいい効果があるんで、ちょっと見ていただきたいんですけれども、実際にちょっと使ってみましょう。こんな感じですね。はい、こんな感じです。ここからこんな感じです。こんな感じですね。ちょっとマックスまで上げてみるとこんな感じです。で、マックスまで行くとかなりですね、ちょっとやりすぎ感が出てしまうので、この場合ですね、少し下げた方がいいかなと思うんですけれども、
まあ、かなりですね、空の部分もこのストラクチャーの効果ですね、すごいマイルドに出てるので、通常かけるともっとね荒れる感じがしますね。ノイズっぽくなったりとか、本当にこの空のこう透き通った感じっていうのがですね、崩れてしまうような感じになるんですけど、この AI ストラクチャーはかなり制御してくれてるので、より自然な感じに強調してくれる。そして前景のこの岩の部分もかなりですね、こんな感じできめ細かくですね、強調してくれるような感じです。で、人間のところにちょっと着目したいんですけれども、少しですねズームをして人間のところを、アップしますけれども、こんな感じで、通常ね使うとかなり人間の部分もかなり変わってきてしまうんですが、この人間の人物の部分っていうのに、ね、ほとんど影響を受けてないですね。その他の部分の空だとか、あとはこの風景のですね、部分に、このストラクチャの効果がかかって、人間はそのまま維持されるという感じですね。で、鳥に関しても、まあ、この羽とかがですね、少し強調されるんですけれども、ちゃんとこの人工知能がですね、人間を、認識しているような感じになっています。はい。っていうのがですね、この風景の中で使う AI ストラクチャーになります。続いてですね、こちらの画像ですね。ではこちらの画像で AI ストラクチャーを使っていくとどうなるかというと、こんな感じですね。まあ、50まで上げるとこのぐらいです。そうすると手前のところのこの岩の部分の質感というものもですね、かなり強調されて出てきますし、こういったね、真ん中のこういったところもですね、かなり綺麗に強調されています。で、空の部分にも着目したいんですけれども、こういったですね、陰ってる部分と、また明るい部分のですね、その差ができて、こう立体的な感じが強調できていると思うんですけれども、まあ、かなり制御されてるんですね。パーツごとに制御しながら効果をかけてくれているので、割と前景の部分には効き目が良くて、空は、まあ少しマイルドになってます。通常よりもそんなに効果はかかりにくくなっている。なので、今までのものと比べるとかなり見た目がね、自然になったという感じで、透き通った印象、強調しながらも透き通った印象が得られます。通常ね、従来のやり方でやるとノイズが出たり、あと波浪が出たりですね、エッジの部分に波浪が出たりとかするんですけれども、そういったものもかなり制御されているので、クリーンな感じに仕上がってきます。では最後のですね、サンプルをちょっと見ていきましょう。こんな感じのですね、階段。まあこういったね、建築物とかに使うとかなりですね、印象的に仕上げられるんじゃないかなと思うんですが、この AI ストラクチャーを使うと、まあこんな感じですね。今ちょっと効果をかけていきますと、こんな感じです。こんな感じからこんな感じですね。はい。で、下にですね、増強とかっていうのがあるので、それもですね、使いながら、この効果のですね、まあ、強さっていうものを調整することもできるので、もう少し効果をかけたいなっていう時は、この増強を使ったりすることもいいかもしれません。あとは量を少し下げて、この増強を増やしたりする。みたいな感じでバランスを取りながら一番いいポジションで止める。みたいな感じにすると、よりですね、自分の仕上げたい方向に持っていけるんじゃないかなと思います。こちらのフィルターを使う前と後でこんな感じですね。こんな感じからこんな感じ。こんな感じからこんな感じですね。なので、本当に変な感じに不自然に仕上がらなくて、自然な感じでこの輪郭というものを強調してくれるっていうのが、この AI ストラクチャーのいいところなので、ポートレートにもすごいいいですし、風景の中でも私自身も他のサンプルで結構自分の画像で使ってみたんですけれども、かなりですね、クリーンな感じで綺麗に強調されてて、山の写真とか撮ったりするときにもね、かなり重宝するなっていうふうにね、思いましたので、本当に素晴らしいフィルターかなというふうに思います。っていう感じで今回は、5つのサンプルを使って、この AI ストラクチャーの中身をですね、見ていただきました。はい、という感じで今回ですね、新しくですね、追加された AI ストラクチャーというですね、フィルターを見ていただいたんですけれども、まあ、従来のそのストラクチャーだとか、まあ、明瞭度とかっていうのは、効果をかけると全体にかかってしまうんですけれども、まあ、この AI がですね、まあ、その画像の中のどこが何なのかっていうのをですね、まあ、分析をしてくれます。まあ、例えば空だとか、山とかですね、まあ、風景なのか、あとは人間なのかっていう、まあ、ここが結構大きいと思うんですけど、人間の肌とかね、まあ、そういったところは結構このスカイラムのルミナが得意とするところで今研究されているところなんですけれども、まあ、そういった顔とかね、人間の顔とか皮膚とかっていうところにそんなにストラクチャーの機能いらんだろうっていうね、ことをね、まあ、認識してくれて、まずは人間とかもちゃんと識別して、でそこに、あとは風景とかがあると思うんですけども、そういった必要だと思われるところに、多くのですね、この効果をかけて仕上げてくれるといったものになります。なので、まあ、これまでだったら例えばマスクでこう塗っ
って、まあ、消去してですね、効果がかからないようにしたりとか、まあ、逆にですね、自分のかけたいところにだけかけたりとかってね、する必要があると思うんですけど、そういったことが一切なくて、自然に仕上がるよといったものになっているので、本当にね、作業効率がね、かなりアップするっていうのもありますし、かなり見た目もね、自然になっているかなと思うんですよね。なので、人間がいないシーンでも、風景だけに使っても、かなりですね、なんかクリアな感じでメリハリがつくっていう感じで、そんなに不自然な感じにならないなっていうふうにね、もちろんその使う量にもよるんですけれども、なんかそんな印象を受けましたので、まあ僕自身もですね、いろんなシーンで使いながら、ちょっと分析していきたいなっていうふうに思っております。はい、という感じで本日はルミナー4に新しく追加される AI ストラクチャーについてのお話でした。本日のね、動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。また。